基本的にゴルフクラブっていうのは自分で無理に操作しようとするといいことないんですよ。はい、ほとんどの方があのシャフトが硬すぎるから自分でしならせるようということをするんですね。はいはい、それがすごい無駄な作業になってます。はい <music> はいえー、皆さんタスクゴルフいつもご覧になっていただきましてありがとうございますえ今日もゴルフサイエンスの世界をお届けしたいと思っております今日もですねマクレーガーカントリークラブの方で、えー、ラウンドで撮影させていただいておりますありがとうございますということで小林、えー、くなんとですね、えー、14番ホールまでワン、えー、オーバーと、はい、いうことで素晴らしいゴルフ <laughs> してますよねいやもうタスクさんの幸せですね、はい、あの13番もすごくうしっかりとボールをプレスして えー、そして遠くに、えー、寄せてそして2パットということですね、えー、危なげなくパーということですねここまでワンオーバーでしております。<笑><笑><笑>ということで15番これ、あのー、ちょっと狭めのホールになりますけどここもですねしっかりと、まあ、右側があま斜面になってますからあそこは問題ないんですよ、はい、まあ今今日の小しになったらあの右にふかしちゃうことはまずないので,、はい、でそのままカート道の方向にポーンと出していただけばいいんですね。 です、うん、でそれは小林君の今日その重心がですねいいゴルフしてるんですよいい,いいエネルギーを与えてるんだけれども結局重心がちょっと外れていってるんでそれをちょっと補正します、はいはい、それでしっかりとー、まあ、あのカートの位置たりに打っていっていただくと距離はそんなにないのでおそらくレッドフラッグまで200ヤードということですね。 なので、ポーンと出していただければいいということになりますので、まずそこをちょっとやっていただきたいと思います。はい。チャンネル登録お願いします。はい。ということで、この、新しく開発したキネティクスフローですね。えー、こちらの方のドライバーの方で。やばい単力。えー、適当に打っていただきます。<laughs> ということで、まあ、一応その、背中側にちょっと重心外してるのが気になるんで、ちょっとメンターちゃんで。ああ。 とりあえず、あの、重心だけ、のコントロールだけ、整えてからやってみましょう。あ、わかりました。そのボールのところで少し、お2、4、6。はい。で、縦コック足らない。縦ックはい、そうです。はい、そうです。2、4、6、7。そう。OK、もう一回。縦コック足らない。縦コック 二四六七オッケーその六七の感じでこれを適当に振ります適当にはいお,ーい,い,おはいいと思ったよいい玉若干左だけどあこれ相当飛んでねこいつ飛びすぎじゃないうんちょっと左サイドだけど多分全然大丈夫めっちゃ切れた二百 約560飛んでんじゃないですか今のいやいいいいしなります。o 僕の想定はあのミサイドのあの斜面だったんだけど、まあ若干ちょっとヘッドがロールして入ってきてるのは事実ですけど、まあいいショット出したね。まああのありがとうございます。ってください。あのおめでとうございます。ありがと O.K. じゃあ行こう。飛んでね。しかしいい当たりしてますね。いい当たりしたね。本当。なんか今すごい。 重心管理意識したら、いい当たりしたのかなっていう感じなんですけど。はい、あそうそうそう。あのー、ちょっとずっと気になってたんだけど、あのー、背中側に重心が外れてるんで、すごそれをマッチアップして戻していくっていう中で、ヘッドがロールしてる。今もね、若干そうなんですよ。あ、そうなんですでも、やっぱり、その、まあ、メンタル振っていただく中で、それがあの補正されてることは事実なんですね。うん、なので、あのー、まあ、良かったんじゃないですか。だから、あの、まあ、あれ、キネス 新しいあのドライバーのシャフトは大体いい間違ってない引っ張るエネルギーを重心管理して与えられたりすればあとはシャフトが仕事をしますとういうことなんですよ。うん、なので結果もそんなに、えー、どっちらかっていかないというようなことなんですね。あ無理に自分でこう,あそう,そうする必要がないということですか ゴルフクラブっていうのは自分で無理に操作しようとするといいことないんですよ。はい、ほとんどの方があのシャフトが硬すぎるから自分でしならせるようということをするんですね。はいはい、それがすすごい無駄なな作業になってますで <laughs> これあの手作りの <laughs> 道具なんですけどこれよくあのまあこのシャフトの特性を説明するときに、えー、あの 使うんですけどテルテル、すみません、ちょっとみすぼらしくてすみません。いやいやいや、ですけど、<laughs> いいけどあの、これってね、これわかりますかねこの長方形してるんですよ。すなわち、こっちサイドは硬いですよね。これ当然。ほうほうで、こっちサイドは柔らかいですよ。なるほど。そうするとですね、この柔らかい方、こっちサイドですね、柔らかい。こっちは硬くて、ほとんどしならない。しならない。こっちしなる。しなるとですね、 重心管理してダウンに入ればこういう形で分かりますうん勝手にクラブは前に行く前に行く前に行くっていうことなんですよそれに対してこ,れこの状況をこの硬い方にするとどういうことになるかっていうとえー、っと分かりますうん分かりますはい全然死なってないしってない全然死なないでしょだからこれを 自分で死ならせようとするんです。その時にグリップエネルギーに余計なエネルギーが入って、そしてクラブの挙動を殺してしまうとうなんですね。通常であればクラブというのは、シャフトのエネルギーの源なので、このシャフトの復元力ですね。これをグリップなんかほとんど動かない。この体のコアのエネルギーをグリップにつなげて、こうするだけで、 それをそうではないシャフトが全然硬くて死なないところにすると自分で死ならせなななせきゃゃいいけなくっなっちゃうっていうてことですよ僕、ねうん、一生懸命僕そうです最近クラブは変えたんで、はい、まあ変えたとて、うん、あれ死なんねえなせかなっで、<laughs> だからその変えた時にそこをちょっと自分なりに考えてもらわなきゃいけないかってところですね <laughs> だからまだかいのかもしれないです。 なのでえー、ただ柔らかければいさっきの,あの僕のこのキネス e t i c s の場合はちゃんと復縁力で戻ってくるクラブなのでやっぱりそのようなあのシャフトを選んでいただくということがやっぱり大切だと思いますね。うん、なのでまあ,あのこれはすごく分かりやすい説明だと思いますけど、まあ、あのこれでか、えー、すぎるシャフトを使うことのリスクということはですね理解していただけると思います。うんはい ちょ,っとちょっと左足下がりで嫌な感じなんですけどうんおー悪くないじゃん素晴らしいですね OK あーですやっぱり若干ねクラブ自体は少しヘッドがロールしてるからどうしてもああいう球になっちゃうんだけどそれはね重心管理の問題なるほど、うん、なんだけどまあ悪くなかったですね、えー、じゃああれもあの2パット入れてもらってはい またパートっちゃいましょう。うん、はい、危なくなくパート。はい、でおめでございます。なんか全然危げ投げなくもうあのワンオーバーというとだってボギー打ったのはあのショートだけでしょう。はい。<laughs> だからいいゴールフしてますよね。<laughs> いやーまあここにタスクさんいるんでね。<laughs> <laughs> <laughs> でもそれでも詳しいことは実力でやってることなんでいやーそうかなだからそういうことなんですよだからエネルギーをちゃんと確保して、うん、あとはあまあその場その場のお、まあ、いわゆる状況に応じたセットアップしてそして、えー、ノーストレスで振るってことですようん、うん、それでもってまあ,あのこういうパフォーマンスになるってことじゃない確かにだからなかなかいい感じだよね,いやですねよかったです <laughs> チャンネル登録お願いします今日もですねタスクゴルフご覧になっていただきましてありがとうございますこの動画がいいと思われたいることはチャンネル登録そしてグッドボタンの方をよろしくお願いしますまた次の動画でお会いできたら嬉しいですありがとうございましたタスクゴルフではゴルフサイエンスジェイコブ 3D について公式 LINE で情報発信をしていますぜひ登録よろしくお願いします